いやおっとごめん。はい。ワクワク。ワクワク。おおやってくれた、ありがとう。やるね。帰るよ。またお会いしましょう。はい。俺がなんかしょぼいみたいな。ごめんなさい。この渋いバイクどこのメーカー？川崎の、忍者2000。忍者1000。1000。何年モデル？今年の。エンジン音聞かせてもらえる？おお、ほんなら忍者戦の元祖乗ってまたいでみ。いやまたいでおいで、はい、写真撮ったってよ。 Z173 年モデル。いや似合ってるやん。お買い上げかな。お買い上げ。そうですね、お買い上げありがとうございます。オッケー、まあまあ、あの代わりまた買って。あ、どうした、これこれぐらい。そうそうそう、Z1900。 これが川崎の4気筒の元祖。あ、いや似合う似合う。ちゃんと動画に記録しとくわ、また買って。ええ感じやろ。これ今高いやろ。あ、今300円ぐらいもするもんな。どうする？高いよ。今やったらよう買わん。今だと昔ないよ。だって45万円。買える買える。まあ、だいぶ部品変えてるけどね。ごめん、このめっちゃかっこいいの。いい、僕刀乗りやからね。鈴木のことはよく知ってる。じゃあ何年モデル？2013です。13年。めっちゃ綺麗にしてるな。マフラーこれどこ入ってんの？吉村か。お、吉村か。ちょっと期待して音聞かせてもらおうかな。意外とするかっていう。はいよ。ちょっとエンジンキーオンして。これが好きやな。おー、かっこいいな。吉村か。音聞かせて。おー、よくなってる。あんまり有名やからサイン会場連れて行かれたらあかんねん。赤い旗振られて。サインしてって言われへんし。気づいてね。次1年後あかんで、ね、早めに吹いてや。いや待ってや。